ちゃんと動かれてたら6に飛車から切り返すつもりだったんですけど、どう思ったですかね。なんか8六歩の考えのどっかで入れるか、なんか、まあ飛車回って飛車で8六歩って、ように進められた時に同歩の時に半三銀型で取るんですかね。歩って角が打ちやすいかな。ここの歩、うん、いや、同桂じゃなくて同銀で取って、うん、歩だとちょっと時計が取りづらいと思うんですけど、なんか筆角で最後の6に引っ張って引っ張った時計になってしまった時計です。8六の時に同角の可能性もあるんで、あ、まあ、シンプルに取れた方が、いや、そうか、いや、なんかちょっとでもこの局面はそんな自信なかったですね。桂取って同銀で三銀です、ね。やりづらかったですね、それは。金取られて、で、同金で、同金、確かに次は
ちもいろいろ他にもやりようあるそうで、まあ、とって三陸風か本部かと思ったんですけど、埋めるならでもあんまりなんか取るかいなさそう、いやなんかいや三六歩あーまあそうですね、ちょっと本当のが魅力的かなって思って、そうなんか実際的にすごい嫌な、あ、ここでですか。引きのとこっちも金と戻して。筆寄って踏んだ時ですか。いや、それも考えました。いや、どこでちょっとこっちも見切りに行くのか分からなくて、確かに難しい、難しいということですね。まあ、銀取ってどうも3五銀とかも考えたんですけど、歩って桂で取って取って同金で三六歩同金で取って取って飛車を取れて、どうせ何言いましょうか、こっちもでもなんか歩を打つってもないような、まあこっちもやっぱ王手された時が難しいんで、直接飛車を守り合わせて、そうですね、まあ、ちょっと単形だとなんかダブル可能性があるんで、ちょっとから同金もやりそうな直径ですね、飛車割るみたいな数字ができるんならあるけど、ちょっと桂も一金、いや、三三で頑張ろうか、上に出す、
の洋服。ああ。まあそっか、この場合は。この場合は引き出すんで。こっちも難しい。いや、ちょっと。いや、難しいと思ったんですけど、そっちもそうか。いや、本と思えば同銀で取らないといけない。受けたら3八金っていう感じですかね。だからちょっとこれやりにくいと思う。いや、てか本譜ちょっと4一飛車見落としたんで悪くなった気がしました。ちょっと飛車うっかりしましたね。いや、まあでもこっちもなんか出しまうと、いや、ほんと角で4六歩負けかなと思ってやってたんで、その金は取って4六角、いや、詰まないと思ったんですけど、詰みますか、それ。あれ？いや、なんか4八玉と引かれて、うん、4六金ですね。あ、4六金ですか。金、金だと同飛車成っていう可能性もあるんですよね。で、3、5、7に引いて、どれも行きますよね。ああ、それ勝てないと思った。一応なんか最近の方が、しかしそう、結構するから。まあ角で行く順が詰まないと思ったんですけど、金で行くしかないですか、こちらに。いや、ちょっとよく分かってなかったですね。4八金は？あんまり考えなかったけど。まあ、しょうがない。うん。うん。一回は金打ってくると思ったけど、そんな動き方が、同角はちょっと勝てないと思ったんですけど、金で取られても負けない、まあ、寄るしかないと思ったけど、そうか、そんなの難しいですね。
これで受けられたらちょっと手が出ないかなと。銀とかね。なんかちょっと、いや、なんか何埋める手もありそうかなっていう格好ですよね。この三角の手つってもありそう。いや、なんかちょっと、まあ、難しいじゃあるかもしれないですけど、ちょっとまあこれこっちできない。まあそうですね、馬をこう手順取れますね。じゃないんで、まあ金出るしかないと思ったんですけど、同飛車成以外は即詰めなんですか。いや、ちょっと玉、2六玉とかはさ、うん、いや、取られて負けな気もして、ちょっと長考が続いてたんですけど、私もなんか初めは角、まあ、はなんかちょっと玉では間に合ったから4六歩しか考えなかったんだけど、なんかやはり角からこう最後成り銀抜くような展開にもなかなか難しいですし、3銀成り銀だと4六金とかっていうことなんですか。まあ、ちょっと本当に大丈夫かどうかは別として、まあ上がるとかそういう手が上がるかあるかどうかっていうと、まあそうですね、こっちも4六、まあ結構際どいですけど、ギリギリ詰まないかなと思って、なんか本当の展開だとチャンスかなと思ったんですけど、まあでもこっちも5三銀ならずするとこんな感じになるから、まあまあまあ向こうもまあまあこれは、まあ、一応勝ちと思っちゃってるんだろうなと思ったから、ちょっとこっちのなんか形勢判断はちょっと
できなかったですけど、そうですね、角なった時に3八玉打って大丈夫でしたね。ああ、そうですね、それは確かに大丈夫。うん、確かに、まあ、うん、まあ、まあ、歩が一番強いだいや、勝ちだと思ってやってたんですけど、引かれた時って何かありましたかちょっとそっか、本当に4回なんで6問かけてくれたら、はい、4回なんで6問かけてくれたら、すみません、もう一度いいですか。ここが6八金入らないで6四角って引いて竜の利きを遮断するとはあったみたいな。ではあ、入らないってことですか。6四角で何銀といて竜の利きを探して、詰めちゃったThank you.
すごいいい手だから、あ、まあ確かに6四角すごいいい手ですけど、まあでも、いや、ちょっと全然見えなかったです、これ。いや、なんか、金入って、銀取ってっていう手順が、まあ、普通にいいんで。6の話しないで、ちょっと、気づいてるんですか？いや、気づいたって感じです。なんか、大角に戻った。そういや、ちょっと、なんか、そうですね、まあ一応ちょっと、なんでしょう、感想戦一生懸命やってるんで、その評価値言われるんだったら、もうあんまりする意味ないですね。まあ、多分こちら角で4六の局面がどうなってるかですよね。そこが、まあ、こっちも確かに角にさっき言われたこのやつやるしかない、うん、そうか、なんか最後銀って横引かれて確かに続かないですよね。最後詰まないと、そこちょっと全然、抜くような感じもやりにくいですもんね。なんか抜く順とかありました？いや、ちょっと具体的にはわからないけど、確かに。でも最後、本当に角で角換えがぴったりですもんね。なんか場合によっては。ああ、確かにこうやるとなんかうまく抜かれる。ああ、そうですね。いや、ちょっと。金、飛車打って上がって飛車なってもう、角引いて抜くっていうことですよね。いや、それは引いた形も必死みたいな。いや、そっか、角打ちで、そっか、負けがですね。確かになんか、そっか、それは三五歩の内近くで終わるってのかな、さっき言われた四四歩でやるしかないのかなって。